い、こんにちは。今日は2022年に買って良かったもの、ベスト5じゃない、ベスト5でいいんですね。をやってみたいと思います。まず、第5位は、リファのハートブラシ。これパカッてカバーもついてて、ちょっとかさばりますけどね、クシと違ってブラシだから。でも可愛くて気に入ってます。で、次はね、よいしょ、ちょっとコスメボックスですね。はい、結構ね、もうこの中いろいろと入ってます。でもまだ入るかな。はい、コスメボックスですね。4位は、3位がこれ、携帯用の、あらかな、リファのストレートアイロンですね。私、あの前髪がくせっ毛で、よくね、出かけた時はいいんですけど、ちょっと時間が経つと癖が出てくるので、これをで直しています。で、次、次は、ね、これもリファ、続けますね。リファのストレートアイロン。これ、高かったんですけど、今までのストレートアイロンとやっぱり使い心地が違って、すごい重宝してますね。なんか、すぐに温まるし、なんか、ほんと、宿毛矯正かけたみたいに、まっすぐになるし、サラサ、スル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 って、なんか、滑らかにかけられるので、これ気に入ってます。もしこれが壊れたらまたこれを買います。はい。で、最後が1位。iPad。これ確かね、機種変して iPad、これ Air 5だと思うんですけど、すごいね、今まで使ってたのと比べて画質が良くて、なんか髪の毛の一本一本まで見えちゃうぐらい画質がいいです。もう毎日見てます、これ。ねえ。で、色はピンクですね。カバーもピンクにしたんですけど。でも多分、私、ソフトバンクなんですけど、なんだ、お得コースだったっけ？なんか2年使ったら、これを下取りに出せば、
機種変が、なんだっけ、うまく言えないんですけど、まあ、ソフトバンクの人は知ってると思うんで、うん、お得コースです。で、2年で機種変、これ下取り出して、そうすると、なんか、ほとんど無料で機種変できるみたいな感じだったかな。もうこれは手放せないですね。ヘアアイロンもそうですけど、この5つのものたちは欠かせないです。というわけで、1位 iPad でした。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。